太郎です。本日今夜のちょい飲み晩酌でございますが、みんな大好き業務スーパーでまたまた串カツ買ってきました。こちらです。これ豚玉ねぎ串カツ、これ定番です。定番の豚玉ねぎ串カツ、これと今回別でこれを売ってました。こちらもみんな大好き業務スーパーで売ってました。シーフード盛り串揚げ、これ10本入って、これ5種類入ってます。エビ、イカ、アジ、イワシ、白身魚、これが、10本です。多分2本ずつ入ってると思います。今日はこのシーフードの串揚げと定番の豚玉ねぎ串カツ、今日はこれを食べながらちょい飲みしようかなと思います。とりあえず串カツの方、とりあえず1種類ずつ揚げていきたいと思います。準備します。はい、一応串カツの方は全部揚がりました。では今から食べていきたいと思います。はい、みんな大好き業務スーパーの串カツ、こちらが海鮮の5種盛りです。エビ、イカ、イワシ、アジ、白身、これ並んでます。そしてこちらが、業務スーパー定番です、豚玉ねぎ串カツ、これは2本用意しました。全部で7本、今日はこれ食べながら飲みます。ビールはこちらです。ビールはこちらにしました。限定の札幌至福の香り、これを今日飲みたいと思います。ではこちらのビアサプライズ至福の香りいただきたいと思います。今日もお疲れさんです。乾杯。おいしい。では業務スーパーの串カツ、まずこの端からいきます。これがね、これ見たら名前の方がこれ白身になってます。これ白身魚です。白身魚の串カツからまずはいただきたいと思います。ソースどっぷりつけます。では串カツいただきます。うん、串カツとビール最高。先ほどの白身魚の串カツ美味しかったです。お次はこちらいきます。これエビです。エビの串カツいきたいと思います。ジョボジョボ、エビの香りが口に広がる、これも美味しいです。お次はこれアジいきたいと思います。アジ、アジの串カツ、アジの味がちゃんとします。アジの味、すいません。2本目もビールにしようかなとは思ったのですが、こちら行くことにしました。こちらです。タルハイのプレーン、タルハイのプレーンにポンジュース、ポンチューを飲みたいと思います。ではポンチューもいただきたいと思います。ポンチュー乾杯。あ、美味しい。今のところ海鮮の串を3種類いきました。ちょっと1回ここで定番の豚玉ねぎ串カツ、これいただきたいと思います。いただきます。うん、串カツとポンチューも合います。美味しい。揚げ具合もちょうどいい感じになって、めちゃくちゃサクサクで美味しいです。次にイワシです。お次はイカです。イカ、私の大好きなイカちゃん。イカはいかが、すいません。ポンチューおかわり。最後は定番の豚玉ねぎ串です。これで締めたいと思います。いただきます。
ソースの二度漬け、全然問題ありません。家だから。最後はポンチュ。ごちそうさまでした。